こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私の紹介したい YouTuber さん、勝山安次郎さんという方ですね。おそらく四国のどちらかにお住まいになってるんでしょうけども、主には N 国党の立花隆さんを、分析するといいますかね、応援するといいますか、立花さんを語っている動画になります。私もですね、立花隆さんの動画を見ると、関連動画にこの勝山さんの動画が出てきたんで、それから見るようになったんですけども、私ね、この勝山さんにものすごくね、学ぶことが2つあるんですよね。2つで、それがね、非常にね、私の考えにものすごく共感するといいますか、感動するところが大きくて、いつも見させていただいたりとかね、コメントさせていただいてるんですけども、まずその1つ目はですね、やっぱりこの、ちょっとね、失礼な方になりますけども、ご高齢なわけなんですよ。年齢は結構重ねていらっしゃるんですよね。で、見た通り、なんかね、重鎮みたいな、隠居みたいなね、私みたいなにわか隠居じゃなくて、本当の隠居、ご隠居さんみたいな形で、結構ね、重々しい、口ぶりと、あと内容なんで、すごくね、ためになるなと思って見てるんですよ。その見かけとか格好だけじゃなくて、で、一つ一つの言葉にうんちくがあって、かなりね、刺激を受けてますね。で、その中で端的に言うと何かっていうと、長い人生を歩んできた人なりの知恵とか考え方っていうのがふんだんに詰め込まれてるってことなんですよ。で、ここでですね、多くの60代以上、70代以上の方に、ちょっとこう物申すではないんですけどもね、一つ感じるのは、せっかくのね、意味深い人生を送ってきて、で、これから人生の調整に入ろうとしているときに、最も大切な資産、この思考とかね、経験ってものですよね。そういったものを若者に相続せずに、もったいないなと思うんですよ。で、インターネットが苦手っていうのも分かりますけども、この勝山さんのように、やっぱりね、こうインターネットをきちんと取り組んで YouTube で発信する、そんなにね、難しいことではないと思いますし、大切な資産がこの次の世代にすごくいっぱい残るんですよね。ぜひね、プレゼントしてもらいたいなと思うんですよ。それを勝山さんが日々やってらっしゃるところに、私はね、素敵な年の取り方をしていきたいなと思ってるんですよね。勝山さんのようにテクノロジーが発達しても、それを一つでも二つでも取り入れることによって何かね、訴えかけることができるんではないか、情報っていう風な資産をこの世の中に残すことができるんじゃないかなってところで、非常に学ばせていただいております。よくこういう言葉があります。人は生きてる間は人から与えられて生きていると。そして死後は人に与えたものがこの世の中に残るという風なね、そんな言葉があるんですけども、非常に好きなんですよね。不吉なことを言うようで申し訳ないんですけども、勝山さんの感じていらっしゃることとか語ってくださったことっていうのは、この YouTube というものの中に未来永劫をね、大きな資産となって世界中に広がっていくと思うんですよ。これからはこういうふうなね、長い年月で見てきた昭和、平成、そして令和っていう時代がありますけども、多くの時代、多くの危機、多くの場面を見てきた見識だからこそ、私たちの胸に響くようなものを残せるんではないかなと、そういうふうに思うわけなんですよね。で、2つ目なんですけども、2つ目の勝山さんに私がすごくいいなと思うのは、今日の動画でもまさにそうなんですけども、その YouTube なりインターネットの業界に限らず、マスコミの業界っていうのは、とにかくね、政治を叩くとかね、芸能人を叩くとか、一般人を叩くとか、時には叩きすぎて冤罪とかが出来上がってしまうんですよ。そういったことも込みで、多くの人が人の足を引っ張ったり叩くことによって、たくさんの人を集めて、それによって、お金を稼いで暮らしてるっていう現状があるんですよね。私これはね、マスコミっていうもの、それからテレビ、雑誌、こういったものをインターネットを使う人間がそこまで真似ることはないと思うんですよね。人をまさにね、励ますこととか、それから喜ばすこととかね、楽しませるもので、そういった情報発信でこの世の中を埋めていけば、誰も損しないと思うんですよ。でも誰かを叩くために自分が利益を上げる、自分が利益を上げるために誰かを叩く、この向こうにはですね、自分のお金は誰かの悲しみや苦しみや嫉妬や怒りってものがお金に変わったんだっていうことでね、もう非常に恐ろしいものを感じるんですよね。お金の正体ってのが、提供と感謝、ビジネスとね、いうのもと一緒ですけども、お金ってものが誰かが喜んだ対価としていただくのか、それともね、誰かが憎しんだ、せいせいしたっていう気持ちで渡ってくるのかってことで全然違うんですけども、この辺も勝山さんは今日の動画の中で、こんな世の中おかしいと思うと、もっともっとね、いいものが世の中に溢れたらいいのにな、みたいな趣旨の発言をされていて、本当にそうなんだよなと思いました。そして今回、その動画、多分ね、勝山さんが言われてたのは、N 国党の立花隆さんが、エラテンさんとかね、サーファー隆さんとか、それからミズニャンさんとかね、こういう3人の方を、キナクサーズみたいなくくりがあるんですかね。
で、この3人の方はとにかく誰かをバカにするような動画を結構出して人気を集めていると私は聞いてるんですよ。見たことはないんですけども。で、そうなるとしたら立花さんみたいな考えの方がね、この3人を排除するのは分かるなってことなんですよ。で、立花さんの動画を見ると、その3人の方が立花さんになんかねアプローチしてきたのをちょっと全然相手ができなかったらしいんですよ。それになんかね嫉妬したりとかね逆恨みをしてっていう形だっていうふうに分析されてましたけども、まあそれはありえるなと。相手にされなかったことを根に持って叩く動画をここぞとばかりに作っていくみたいなね、その下地として結構ね、もともと人気があった方だと思うんですよ。その人気をともに自分の視聴者さんを引き連れて、みんなで立花さんを叩こうぜみたいなキャンペーンになってしまったのかなと思うとね、こういうふうに人を攻撃するエネルギーがお金に変わるっていう原理ってのは、まさにずっと私たちはそういうエネルギーの中で暮らしてたんですけども、ことインターネットを使う YouTube を使うことに関しましては多分変えていけると思うんですよ、時代をね。いいものとか励ますものとか喜ばすもので、きっとそれがお金に変わるっていうのが最高じゃないですか。お金を分解したら喜びとかね感謝とかがあったらすごくいいじゃないですか。でも今多分お金を分解すると人の憎しみとか悲しみとか苦しみとかっていうのを踏み台にしてるんではないかなと思うんですよ。で、それはまあよろしくないかなと私も思ってるんで、私はなるべく人のことを励ますような動画でね、再生数は少なくても、人を喜ばすものを、綺麗事をね、どんどん並べ立てようと思います。それは心から来る感情で私が語れることだったら本当にいいなと思うんですよ。だからアクセスを取るために何かをするっていうのは私のアフィリエーター時代にやってたことなんですよ。こういうのがもうね私の精神では耐えられなかったんで、アフィリエーターをもうやめたわけなんですよ。そのアフィリエーターの時も月収300万っていうのがあったわけですよ、私は。で、それが18ヶ月続いたんですよ。有頂天になってました。でもその18ヶ月続いた月収300万なりっていうその報酬っていうのは、きっと人の感情を揺さぶる、それが喜びとか悲しみとかいろんな感情の中で怒りってものにすごくフォーカスして、最も単純に人の怒りを助長して注目させて集めて、そこでアフィリエイトってものをね広告収入を得てたって考えると、本当に私もね振り返ると当時は分からなかったんですけども、今私がそういったことをやっている私自身にあったらタックルしてでも止めますね。まあ私のことをちょっと話しましたけども、まあいろんなことを申し上げましたけどね、勝山さんっていう方の動画をこれからも、心の師としてね見させていただこうかなと思うところでございます。笠山さん本当にいつもお疲れ様でございます。これからもいい動画見させていただきますのでよろしくお願いします。いつかねお会いできるといいなと思ってるんですけどね。それでは失礼します。